立花ベース in 初台。はい、どうも立花慎之介です。さあ、この立花ベース in 初台は趣味を発信発見していく情報基地番組ということで、今ハマっているもの、過去にハマっていたもの、新しくハマれそうなものを取り上げて、その楽しさを伝えていきますということで、お、7月の最後ですね、最終日ということで、明日からは8月なんですけれども、まあ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 、今年は意外に梅雨が長そうだね。これ収録してる段階では完全にまだ明けてませんからね。通常明けててもおかしくないんだけど、今年は本当下手すると8月ぐらいまで梅雨引っ張りそうな感じがしつつね、コロナの患者数も軒並み増えてますけれども本当にだからそれもあって、なんだろう、こうね、間近じゃないんだよ。すごい近くじゃないんだけど、なんかその、制作側の人とか、あとクライアント側の人にコロナ患者が出始めてるね。うん。聞き始めた。だんだん近くにこう、徐々に、今まで遠かったはずの感染者が、ちょっとずつ近づいてきてんなっていうぐらいの、多分、数字で出てる以上の多分感染者数ってのはいるんだろうなってのは、東京にいるとね、なんかちょっと肌に感じたりはしますけれども、まあそんな中ですよ、ちょうど前回の放送だったかな、土用の丑の日が近いからって言って、多分うなぎの話をちょっと、土用の丑の日のね、一の丑の話をしたと思いますけど、まあ僕もちょうどね、仕事が少し早く終わったから、あ、だったらちょっと美味しいうなぎ屋さんにでうなぎを買って帰ろうと思って、で行ったので、時々行くんだけど、そこは普通だったらもう本当なんか予約したりとか、予約なしでもまあパッと焼いて買って帰れるぐらいな人気店ではあるんだけど、そんなにそこまで激混みではないっていうところではあって、めっちゃ美味しいことは美味しかったから、そこ行こうと思って行ったら、もうね、びっくりするぐらい人がいて、尋常じゃないぐらいで、一応ソーシャルディスタンスを守って並んでて、僕もじゃあとりあえず並ぼうかなと思って並んでたので、そしたら1時間ぐらい待ったんだけど、なんで列半分ぐらいまでしか進んでないの。うん。で、1時間待ったじゃん。1時間待つと人ってもう引くには引けないんだよ。そういう意味では。ここで帰ったら中途半端すぎるから。だから俺は買うまで帰らないと思って、で、ずっと結局、スマホの電池が 12% まで減るところまでずっと待ってて、で、買って時計を見たら3時間待ってた。うなぎのかば焼きを二口買うために私は3時間も並びましたよ。びっくりした。ああ、並ぶ前にペットボトルジュース買っといてよかったなって、ね、ああ本当に二度と並ばないと土曜の丑の日にはあそこには絶対行かないと思いましたけどね。まあそんな感じで夏始まりますんでね、皆さん初期あたりとかいろいろあるとは思いますけれども、元気に頑張っていきましょう。ということで今回も最後までこの基地でくつろいでってください。立花ベース in 初台。ではこの番組のメインコーナー行ってみましょう。ホビー大作戦 in 初台。趣味に関するあれやこれやをしていくコーナー、今回はこちらをお届けいたします。懐かしのあれ。さあ、ということで前回はプラモデルをね、取り上げて今と昔の進化のこう違いというか、それを体験してきましたけれども、他の分野でも驚きの進化を遂げているということがあるんで、まあそんな商品を今回は取り上げていこうかなと思いますけれども、なんだ今日あれか、プラモデルで色塗るのかなと思ったけど、そうじゃなかったね。次のステップね。そう、次のステップに色塗る。もうこの新しいスタジオをもうラッカースプレーまみれにしてやろうと思ったけどそういうことではなかったということですね。ということで、前半戦で取り上げるのはですね、なんとパズルということで、じゃあこちらを見ていただきましょう。ドン。さあ、ということで今目の前にですね、パズル
が並んでおりますけれども、パズルなのにパズルじゃないものもねパッと見並んでおりますけれどもとりあえず、ね、最初こっち行ってみましょう。これ永遠に遊べるパズル、ノーブロック、ブレインブロック。ブレインブロックってある意味ダメなんじゃないの？ノーブロックするでしょそういう意味。これはなんかどうやらこれまあ皆さん多分見たことあるんじゃないかな。あのこれね、箱にケースに入ってて、であのいわゆるテトリスみたいなこうさブロックがあるわけですよ。でこれをこうやってガシャってやって、この箱の中に戻せということですね。でこれなんかものすごい種類の、直し方があるというか、戻し方がある、入れ方は2339通り、すごい12個のピースが織りなす極上のパズルミステリー。1日に1つの組み合わせを作ったとしても2339通りやるには6年と5ヶ月6年と5ヶ月もあったら人は死ぬぞ懐かしいよねこういうの。昔よなんか知恵の輪的ななんかあんじゃん、いろいろ。こうやってとりあえず適当にやるんだよこれ。これでも意外なところにはまったりするんだよねこういうのね。あと意外な形ね。そうそう、これでも四角のあれがないんだよな。四角のあれがないじゃないか。これがこれしかないってことか。おー、なるほどね。超適当。いやこのパターンこれまずいでしょ。こう無言になるよねこういうのやってるとね本当。じゃあこいつどこに置くんだよって探してね。データこれ前は 無理ゲーですね。これはなかなか難しい。こうするとお前ここ入らないよね。ってことはお前こっち行け。うん、そうだね。これこうだな。おお、さあ来た。これバチョンってこう消えるはずよ。テトリスであるはずならば、バチョンって消えるはずなんだけど。違うな。違うくせえな。知恵の輪とかやる人だった？やりました。やった。知恵の輪は外せるけど戻せなくない？あれ入れ方がわかんない。そう戻し方といい入れ方といい。あ、もはやこれ僕どうすんだよ。出た、1個だけ出る。こういうのでダメなのかなちょっとズルするってああ、俺？いやこれこのパターン無理じゃねえ。これ無理系でしょ。うん、これ無理だよね。どうやってもこれにはまるあれがないもんな。ほら、あ。出た、できた。いやよかったよかった、揃ったね。揃いましたよ。見えるでしょ。だってああ色になってるからね。ああ、これないよ。これ知らない知らない。揃いました。いやよかったよかったさあそしてこれ鎧、すごいね。超細密っていうのレーザーカットによるハイクオリティメタルモデル。パズルと一言も書いてない。あ、でも確かにこれ見たことある。なんかさ昔さこれ飛行機とかなかった？ありました。飛行機とかさ、あとなんかその飛行船みたいなやつとかさ、あとなんだあれだよ、ジブリ系のやつとかもこういうのがなんか出てたような気がする。すげえ細かいなこれ。めっちゃ細かいね。でもよくできてんな。よくできてるけど、これ対象年齢いくつなの？特に書いてない。特に書いてないね。いや、これだけ細かいと、老眼のお父っつぁん無理だよ。
これあこの一点とかで止まってんだ、すごいね。これさ、これあれでしょう、あのまあ鎧をね、伊達政宗の鎧ですけど、これを買っていく人ってどっちかと大人だよね、子供よりは多分。じゃあ対象ね、15歳以上だ、結構高いね。大人が買っていくと思うんですけど、だからなのかもしんないんだけど、これ説明書なんだけどさ、説明書のね手触りってわかるんだけど、これ和紙なんだよ。ここにこだわってんだこれと思って。別にこんなのさ、なんでもいいんだよ別に。和紙っていうところだね。これ和紙だよ、触ってみ。あ、和紙でしょ。全然違うでしょ、普通の紙じゃないの。こういう紙、あの本当台本とかの紙じゃないの、和紙なんだ。これはでも今さすがにこれ作ったら大変だな。めっちゃ細かいね、しかも本当にあのパズルすごい、あのパーツ自体も細かいし、作りとしてもめちゃくちゃ細かい。要はさ、何があれなのかって、例えばですよ、あ、これか、これね、4番ってこのひらひらを重ねていくんでね、こうやって。これはどこなのかっていうと、いわゆるこの肩のこのひたたれ、ひたたりの部分を一枚一枚瓦みたいに作ってるんだよ。すごいね、細かっ。はあ、これもちゃんとね、もうその色が、前回のプラモもそうでしたけど、最近のやつはこうやってもう、これ鉄の板の段階からもうこの色がついてる、彩色されてる。しかもこれめっちゃ綺麗だな、光沢とか。へえ、これはちょっと面白いけど、今多分作り始めたら大変なことになるんで、これはやめましょう。手のひらサイズです。でハンダとか接着剤不要、ペンチとニッパーがあればできる。へえ、これすごいですね。ちょっとじゃあこれはちょっと置いておきましょうか。ちょっと逆にこのその下にあるこれ試してみる。これ木で作る本格派ゴム鉄砲急連射木工工作×キッド、キッド、はい、パズルとはどこにも入りません。これもキッドだっつってる。輪ゴムね、ゴム鉄砲昔ありまして、ちゃんと割り箸でね、いろいろ僕らの時代を作ってましたけれども、いつぞやからだよね、こういうなんか進化したものが木とかで作り始めて、なんかガトリング砲とか作ってるプロの人とかいて、それがだんだんこうなんていうの、こう手軽になってこういうキットになってるっていうことですけれども、いや、あ、これ作り方が裏に。じゃあせっかくだからこれ作ってみようか。お、すごい、ちゃんとした木だ。しかもこれパキパキやればそのまま抜けてくださね、楽。うわ、すげえ。いや、前回のゾイドもすげえなって思ったけど、この辺のほんと進化もすごいよね。これなんだろう、どこまでバラしていいのか分かんねえな。確かに。全部バラしていいのかな、すごく不安、そういう意味では。あ、でも木の香りがすごい。このパーツもいるってことだよね、多分ね。違うのかな、このパーツいらないのかな。いや、いるくせえな、切り出しとこう。これ硬っ。ちょっと待って。そう、これ何が必要なのか分かんないから、とりあえず置いとこうか。同じパーツかな、同じパーツだな。で、これってさ、多分形としてはどちらかというと、まあ、多分デザートイーグルとかそっち側の形に似てはいるんですが、これってその銃の種類ってまだ他にもあったの？なんか結構いろいろあるんじゃない？あ、いろいろあるの？マシンガンタイプの、まあ、連射とはゴム鉄砲なんで連射はできないんですけど、でもその形を模したやつとかは何種類か。
ういうね、輪ゴム確かにな。まあサバゲってさ、そのフィールド行ったりとか、まあ今の時期とかなかなか難しかったりするし、硬いなこれ。あれだけどタブリエで、タブリエのあそこ使って輪ゴム鉄砲でみんな遊ぶか輪ゴム鉄砲でサバゲやるか。ところどころね、ところどころ言うことを聞かないやつ。よし怖いよね、折っちゃうかもしんないもんね、これ気をつけないと。まあでもどうなのかな、その僕らの時代って輪ゴム鉄砲とかもさ、なんか自分で考えていろいろ作ってたじゃない、形だったり。そう、そういう創造性っていう部分はこれはなくなるよね。確かにそっちの方がちょっとパズルっぽかったかもしれない。そう、そう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 いう本当の意味ではね、うん、そのもちろん気軽さとか手軽さはないんだよ、あの昔の方が、はい、うん、だけどそのまあ想像していろんでいろいろ頑張って作るみたいなものは昔は確かにあったなと。まあそれが好きな子もいればやっぱりこういう方がね簡単に作れますからこの方がいいという人もいたりはしますけれども、2のパーツを 3枚重ねます。おい3枚目どこでいいの。3枚重ねます。はい、で3、4のパーツ、3、4のパーツ、 3？ これかちっこいのを、このちっこいのをここに釘の代わりですね、これ、はあ、こうするんだ。うわ止まる、すごい。何この宮大工じゃん、釘を使わない釘を使わないこの建築すごいよこれ。意外にみんな釘を使わないものって子供には優しいからね。これ対象年齢いくつなの。子供の方が多分低い。そうだよね、だからまあそういう意味では接着剤も使わずに工作できるという。確かに考えた。はい、これ多分引き金の部分だね、これね。できました。で3、2で作ったパーツと5と6を合わせる。5と6ってあるじゃん。あ、これか、これだ、これこれ、これをどうするんだい、これをこうするのかい、どっちが5でどっちが6なんだい。とても難しくないかいこれうん、うん、あ、こういうことか。はいはいはい、こうだ。どっちが5でどっちが6なんだい。同じ形なのかい。同じ、違う、長さが違うね。ってことは明らかにこれ下の方が長いから、こいつ上だな。はい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 、おーすごいね。木片を縦と横に交互に合わせつつ、ここを合わせるの、これ物理的に難しくないよ。こういうことね。はい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 、できました。そしたら今度は一番下のこれか、7を2枚重ねます。7を2枚重ねる、7、おい7ん、どっちだ、7、これか、これだな、こいつの方ですね。7を2枚重ねて、はい、こうするでしょ、こうするんだって。でこれ別途輪ゴムあります。輪ゴムを二重にしてこう、こうですね、8の字にこうして、ああここの穴とここに引っ掛ける。
ほうほうほう、はい、引っ掛けました。はいはい、だんだん楽しく盛り上がってまいりました。で1、はい、1はこれ、1はこういうことか。でもこうだね、1を1枚と12、あ、ボ、そう、これね、釘じゃなくて一応ボルトがあるんだよね。すごい、釘は使わないけどボルトは使う。ボルトの何、短い方ってこと。短い方を、そうかそうか、これを元にこいつにしろってことだ。板だけ、外板だけこうして、そうそう、でこれにこうしろってことね。はい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 。でしたらこれにこいつをドッキングさせろってことだ。おい、はいはいはい、意味は理解できた。なるほど。でこうしようってこと。いやでも明らかにこれと不格好だね。ってことは多分2枚重ねないんだな、こいつ1枚だな、きっと。多分こうじゃね、作りとしてやりたいことって多分そうでしょ。この方がほうほうほう、この方がかっこいいもんね。じゃあこうしよう。かっこいいという理由からこうしよう。でこれボルトを取る。これはあれだな、次の回はゾイドとこれをペインティングだな。え、これっていうの弾けるの。ほう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 、でもそうするとパーツが2個余る。そんなことはないね。あは、あ、分かった。なるほど。ここに隙間があるのは何だろうなと思ったんだよ。多分これではめなきゃいけないパーツなんだ。これ説明書をもうちょっと何度かしてほしいな。だからパズルってことなんですか。パズル？そこが？そこがパズルですかい？若干分かりにくいね。こういうことでしょ。はいはいはい、でこれとこれで高さが合うから。こういうことだ。求めてるのはこういうことでしょ。厚さが合うでしょ。辛いね。ああよかったよかった。声優やっててよかった。声優は求められたことに的確に答えるのが仕事だ。ちょっと。何を求められているのかね。すぐに察知ない。じゃないと自分の芝居だけ追求することになるからね。それはあまり良くない。何を作りながら。でちょっと長めのこれで締めるわけ。ああなるほど。これ作る工程としてはゾイドの方が簡単だな。ゾイドがよくできてるってことだね。そういう意味ではね。
あ、この木の感じはいいね、やっぱり。これにしようか、天使。あ、へえ、そういうこと。さあ、ネジでこれを締めたら完成ですよ、ということで完成しました。すごい、ちゃんとここに、ね、引っかかるんですよ。これをここで引っ掛けて、後ろのね、ここにこう引っ掛かる。お、なんと、え、ってことはこれが1段目、2段目、9連発ですよね。3段目、4段目、すげえ、とりあえず5段目にしとこうか。5つ見えますか、皆さんね。これを用意しようって言って飛ばねえジャムったんだけどあ、なるほど、わかった、そういうことか。これ上から飛んでくんだ。上から飛ぶから下からかけないとダメなの、ゴムの性質上。そう、なるほど。ああ。じゃないとさっきみたいに噛むんじゃない？違うかな。はい、今逆からね。ほら、出た。ミッションコンプリート。これでもいいね、バシャバシャバシャバ9連発って。おという感じなんで、皆さんこれぜひ夏休みのね、あの工作でこれ持っていけば先生ももうびっくり、自分で一から作りましたよと。すごいよ、もう前半それでいいって。じゃあこうこれもあったんだけどね、そう、ウボンゴもちょっとあったんですけど、じゃあちょっと、じゃあ前半はこれまでということで、こんな感じでぜひ、この辺は工作しつつ皆さん遊んでいただけると。あとまあね、お子さんとかいるご家庭でしたら、やっぱりこう夏ももしかするとまだこのコロナね収まらないかもしれないんで、お家の中で遊ぶには非常に、まあ輪ゴムぐらいだったらとりあえず当たっても目とかに当たらなければ、まあサングラスとかね、グラスしていただければ普通に遊べますんで、ぜひ皆さんこの辺ちょっと楽しんで遊んでいただければ嬉しいなと思ってます。ということで前半戦はここまで。この番組では皆さんからの投稿の方お待ちしておりますよ。メールの宛先は tsbase@onsen.ag tsbase@onsen.ag です。メールフォームからも投稿可能です、お願いします。そしてこの後はインターネットラジオステーション温泉とニコニコチャンネルお得意の会員限定でお送りしていきますので、ぜひ皆さん登録の方お願いいたします。すでに登録、会員の方は、後半戦もお楽しみに。